始まりました。 J6 の突撃朝割り野郎。何何これ、何が始まるの。5回目ぐらいでしょ。始まりました。始まりますか。なんか初心を忘れない気持ちは大事ですけど、あれこれってあれじゃなかったですか。あの時計するマゲドンじゃなかったです。始まりました。この番組が始まる前にやった知念へのプチドッキリの話もういいんだよ。本当です、全然跳ねなかったです。全然跳ねなかったドッキリはいい。今それアメーバのフレッシュで見れます。アメーバ誰も見ない。過去を遡ってね、何だったんだろうって見てもらえる。消されてなければ。はい、消されること。やだ。誰かの手によってさあ、運営運営。はい、というわけで、J6 の突撃浅井ラボ、これはあの、J は実験の J ということでね、はい、6人でいろんな、身の回りにある不思議なこととかをね、解決して今日大丈夫です。今日なんか調子悪いよ。今日調子悪いよ。あとその企画じゃないよ。身の回りの不思議なこと、不思議なこと、確かにその場所じゃない。なんか今日初めて都市伝説を解明するの。世の中にはびこる不思議な疑問を実験して解決していく。それ興味津々だろう。興味津々だろ。おい、毎月ね、ごちゃ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 すんな。全然してんじゃねえよ。万全を再生してんじゃねえよ。いいんですよ、実験やっていこうというね。やっていきましょう。実験の6人 J6 ということで、浅い実験室でお送りしておきます。浅いラボだから実験室でしょ。浅い実験室というか、今日ちょっとおかしい。お前ちゃんしっかりしなきゃ。一段とおじさんみたいな。今ね、恋してるの。ちょっと待って、ちょっとした恋でここまでダメになるんだったら芸人やれないから。芸人やめた方がいい。じゃあまず、何ですか。拾った方がいいです。一応今松下がヒューヒューって言ってたんで、うわちょそれについてちょっと20分ぐらい待って。なんでだよ。やめてきましょう。緊急企画、先輩だし、ま、なんでヒューヒューを言って。ダサいっすね。ダサくねえし、恋したら大体ヒューヒューで始まるだろ。さあというわけで自己紹介をね、していきたいなと思います。はい、お願いします。そこまで名乗ってなかった。そうですよ、まだ自己紹介しないんで。名乗ってなかったっす。じゃあまずは僕らから。僕らペッパーボーイズの前田和俊と石本翔輝です。お願いします。はい、はじめにわぎん知念アマント。かの有名なアメリカの大統領ロナルド・レーガン氏がこう言いました。小指ガーン、アーチ、ハグしちゃう。千葉県で。どういうこと。今のは説明よ。説明がいつもない。ちょっと俺も分かんない。なのにハグしたの。後で解説しましょう。自己紹介だけね。百楽門さんで、百楽門の中澤と。溢れる元気を今日は届けていきますよ。情熱の男、スペインからやってきた天才お笑い芸人、脈絡も松下でーす。よろしくお願いします。うるせえ、うるせえ貴様ら。あとあの充血してる虫歯すごいですね。あとは歯茎がなんか焦げ茶色になってます。歯槽膿漏の百楽もやめろ。病院に行ったら目の血管開ききってるって言われた。ああ治らねえって言われたよ医者に。顔に血管がありすぎですね。やかましいんだ。あとちょっとあのサンシャイン池崎さんっぽかったんで、これからやるのやめてもらっていいですか。なんでだよ。なんでこれからやるの。その通りだよ。変えた方がいいと思った。変えた方がいい。まああのね、松下と今この3人でお送りしてます。はい、じゃあ、ね、それは解明してほしい。先に何あれ、さっきのやつ何本ネタ。アメリカのなんとかやっていうやつ何なの。いや、いかにも、うん、あの名言を言いそうな普通のことを言うっていう、うん、あれ結構3パターンぐらいあるんですよ。他のパターンはあるんだよ。あ、ちょっと見たいな、うん。かの有名な大統領ジョン・ F ・ケネディ氏がこう言いました。ヤミー。ハグしちゃう。あ、そういうことだと面白い。通じ合ってやっぱり、はい、石本すごいすごい名言を残してるかなと言いつつそのことを言うっていうやつです。大統領シリーズ。はい、あ、ありました。でも、とっておきなのが1個ある。もういいよ。最後これは、これ僕ライブでちょっと受けて、4場所ぐらいでやったかな。4場所相撲みたいな相撲みたいな数え方すんのね。4場所ぐらいでやったんですけど、あるんですよ、うん、かの有名なアメリカの牧師マーティー・ルーサー・キング氏がこう言いました。まだボケてないから早い I'm Martin。 白くしちゃう。それ面白いね。やっぱ最
近ひしひしと感じるけど、千葉県がやったしょうもないこと石本だけ受けて、石本がやったしょうもないこと千葉県だけ受けるっていうのよくあるんだよ。通いがすごい。みんなは笑うじゃない。もう周りが真顔なのにやりすぎてる。二人だけ盛り上がってる。なんだっけ、あのウルトラマンのやつも。あー、すげえ腹立ったわ。それも前回か前々回ぐらいの JGX の控室で。やらなくていいですけど、皆さんが聞きたくないならやらなくていいですけど。とりあえず、すごいね、あの結構しっかりしたネタやるよね。いいよ、全然説得力ないよ、その発言。でも早く実験行きましょう、実験。まあ実験というかね、はい、あのいつも、最近はちょっとずつあの浸透し始めているのではないでしょうか。なるほど。まず最初のしてるかな、プチ企画行きましょう。行きましょう。おかしいね、プチ企画。誰誰中身誰か。大山信代さんです。いや、違う大山信代さんか。歩かないの上手い人。いや、いいんですよ。ブラック崩し上手いんだよ。いいから、大山信代さんは誰か。プチ情報いらねえわ。初めて知ってますね。まだ混乱してるから、今。最初のプチ企画いきましょう。はい、おもてなし宿題企画、こんなのを作ってきました。今回は、うまい棒を作りました。おうまい棒。そう、うまい棒ね。はい、3回目ですね。3回目でございます。一番最初は、あの原材料、作り方一切公開されてない、コーラを僕らなりに作ってくださってる方をやりまして、あれ大失敗でした。あれ大失敗で終わりました。まあ、あの、ひどかったね。ひどかったね。無理無理。そう、で、2回目、これガムを作ってこよう。これはすごい。これはね。そう、千葉県のホルモンに歯磨き粉を。いや、地獄でしたよ。気持ち悪い。歯応えは良かった。歯応えね。歯応え重視でいっちゃいました。それに比べたら、俺はね、ちゃんとしたその味のついたね耳栓をみんなに。いや、もうそれも耳栓に味つけて食わされるっていう。お前が一番イカれてんだ、あれ耳栓。一番イカれてんだ。いろんな食感探してあれしかなかったんだ。あれだろ、もっと先輩に言っちゃった。いや、あれでしょ。あるだろ、もっと。で、僕が見事正解でいただきだす。いや、これすごかった。これはすごかった。でも消去法でよかっただけで、ただのアメーバみたいな作ってきた。いや、いや、でも噛んでも噛んでもそう、消えなかった。消えない。あれ消えなかった。あれはでもずっと残ってる。あれはすごいっす、うん、ラムネの粉まぶして。そう、あ、無限にガムだもんね。そうそうそう、あの粉まぶせば粉飲めば無限にガムっていう。無限にそう、すごかった。なんでね、あの前回まあかろうじて成功例出ましたんで、今回もまあうまい棒、うん、もうベタなお菓子ですけど、これ作り方わかんないでしょ。いや、わかんないね。でこれをみんなで作ってこようということで、はい、今回、また相方片っぽがね、そうですね、作ってきたんで、はい、はい、今回作ってきてくれたのは、え、はい、はい、と千葉で、はい、じゃあこの3人誰からいきます。自信ある人から。自信ある人。はい、はい。お前一番自信ないの、お前からいくか。じゃあ、いや、僕後にしてください。なんで自信ある。いや、これ今回僕作ってきたのあの、ごめんなさい、あの趣旨間違いますけど。なん趣旨違うの。じゃあダメじゃん、守ってるところは。違うの、守ってるよ。うまいも作ってました。ただ、あの味で、うまさ的には味で僕ピカイチなんで。ああ、もう見た目とかじゃなくて。で、最初に多分まずいっすよね。やばしいね。なんだそれ。お口直し。じゃあ僕からいいですか。はい、じゃあ一緒に食べてください。まずいやつ出してくれ。まずいやつって言わないでよ。いや、振りをね、振りを。仲悪いな。仲悪い。早く振りを出してくれ。振りじゃない。振り振り、オチじゃないから。相方好きだな。じゃあ一番やばいじゃん、オチだったら。そうそう、あの私、まあうまい棒って、まああのサクサクした食感。ああ、それが大事だと思う。スナックね。スナックの。まああの見た目は悪いんですけど、まだ受けるところじゃない。ずっと出して。時間帯よ。ずっと出して。押しながらっていいか。いいですか。汚ねえ。うわー。汚ねえ。汚ねえ。汚ねえ。ねえ、じゃあヒレカツ、ヒレカツ。ヒレカツが。違う。あの、見た目が。ヒレカツ。ヒレカツだよ。ヒレカツ。汚ねえ。うわー。思うじゃないですか。いや、そもそもめっちゃくせんだよ。そう。すげえ。聞いて説明聞いて。サーターアンダギーのニュース。サーターアンダギーを違う。もっとうまいわ、サーターアンダギー。味はね、コンポタージュ味。あ、はいはいはい。これを目指して作った。だから先にこれを食べてもらって、その後食べてほしいんですよ。ひとかじりしてもらう。これはごまか好きだろ。これで余韻で。何それ。満足じゃん。満足じゃねえか。ダメよ。こっちはもう味分かしてるから。同じ味。あ、ほんと。みんな一発でいくわ。最初に食って確認で食うってのはコーンのね、身が入ってんすよね。あ、コーン、あ、ポタージュだから。違う、何ポタージュ。え、何これ。なんでコーンまぶした。ポタージュ。とりあえず食ってみるか。食べてみますか。で、いや、おい、自分で持つわ、おい。
自分で取るわ。最悪めちゃめちゃじゃんこれ。いやマジでこれあのヒレカツ一番ちっちゃいの。あの弁当に入ってる一番ちっちゃいやつ欲しい。一番ちっちゃいやつか。まあまあまあ。食べてみて。ちょっと美味しそう美味しそう。あ、美味しそうですね。あ、これ匂いは匂い。あ、匂い。本当にサーターの匂いだ。でしょ、サーターの匂いします。食べてください。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。どう？いやまあまあ。どう？ああ。お客さんの分も作る。あ食べんの？いやー。無理しないでください。いらないですね。いやこれは。大丈夫です。大丈夫。あのまず一つ言えるのは。どう？うまい棒ではない。なんすかこれ。なんか昔ながらのパンみたいな。ああそうそうそう。昭和のパンみたいな。なんかね。なんかばあちゃん家で出てくる謎の謎のお菓子みたいな。おいおい普通に食うなおい。お前なんで。おい待てよお前。お前ばっかり食うな。いやそれだからそれの味だから。それでごまかしてんなら。いや味一緒だ。いやなんか追い越してるからだろ。え？ね、どう違うんだよ。全然違う。違う。何で合ってない。でもね。これ何？あのうまい棒って言われたら 120% そうじゃないけど、これが。お弁当に入ってて、お母さんに今日のお弁当ヒレカツだからって言われてたら信じるかもしれない。遠いな、遠いな、結構。っていうぐらいの感覚の説明書なんで。ソースをめちゃめちゃかければ。そうソースめっちゃかければ。感触が、あの、パサパサになった鶏肉みたいな。いや、うまい棒のやつに似てんなじゃないんだよ。似てねえだろ、いや、でもこれはきついぜ。ダメ？お母さん入ったらブチ切れるもんね。うん、これブチ切れる。お母さん、これブチ切れる。お母さんいないじゃないですか。いるわよ。いるんだよ。触れちゃいけなかった。どういう姿勢か。そっち、まあ、ゴーレムじゃねえんだ、俺。泥人形。泥人形じゃねえ。ゴーレムでいいだろ、そこで。まあ。なんでお前がむせてんの？みんながむせたいんだよ。ダメか。いやでもちょっと食べれるようになってきてるけどね。まあまあ、いや食べれるのは食べれるけど、うまい棒ではない。うまい棒ではない。普通に食うなおい。うめえ。粉飛ばすなよ。スタージョンね。なるほどね。いやまあでも他のメンバーがどうかわかんないから別に食えないもんじゃなかったっていうのは確か。でいいですか。これは買ったの。いやちょっと待って、マジでこれ見して。これ汚ねえ、マジでこれ汚ねえ。いや違う、入れてくるもんちょっと怪しいよ。なんかこれ、事件現場が証拠。事件現場の本当だ。鑑識じゃないんだよ、俺よ。鑑識じゃない。うわぁ。いや、違う。やばい、なに人の指入ってた、人の指。違う指。えんこ。えんこじゃねえんだよ。やばい。人の指だ。人の指が人の指じゃないんだよ。何これ。うわーでかこれ。何わーケンタッキーだ。違う違う、あの4日後のケンタッキーみたいな。本当だ。違うんですよ、僕ね、あの明太子のうまい棒を目指してたんですよ。あー明太子ね。あーで、あれも人気な。そうそう、前に前田ちゃんが小麦粉でうまく作ったから、はい、あ、ガムの時。そうそうそう、小麦粉とちょっと明太子でうまい棒を作ってみよう。なんで小麦粉出したんですか、ガムじゃないのに。まあ確かにな、まあそういう形にするんだけど。まあでも形的にはこっちがコロ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 。いや明太子だから。そうそう、だからこっちがでも俺の中でのうまい棒。いや絶対違うでしょ、これ。じゃあ松下さん、じゃあお願いします。お前ら全員食えよ、一口。ちょっと待って、これ小麦粉。それ小麦粉と、あ、これは明太子。指でクイクイじゃないよ。気になるから触り心地。今から食べるんでしょ。うまい棒だ。俺の意味なんだよ。違う、だから触りたくなるでしょ。いやだからこれは小麦粉と明太子混ぜたやつね。で、これは明太子を小麦粉で包んだやつ。え、じゃあ早く食えよ。いや早く食えよ。じゃあ中澤さんから食ってみましょう。中澤さんお願いします。なんで俺やで、もうあとこれ食った後のもう喧嘩とかはもう2人だけでやってください。終わった後に。雑なんだよ俺らの時は。食べてください。雑だよてめえらよ。聞きましょう。これ食べたいですよ。中澤さんのリアクション聞きましょう。ちょっと、いや違う、もうこう。いや、お前うまい棒割って食べへんよ。ああ、そうや。スニーカーズ作ったんですか。スニーカーズ。スニーカーズじゃない。スニーカーズ。すごい。すげえな、これ。なんだこれ。トランシーバーみたい。あ、トランシーバー作ってきたの。例えば止まんねえな、おい。ほら。おいや、ほら、うまさによりな。どうすか、ちょっと感想お願いします。いや、なんだ。食感どんな感じですか。まあ食感はあのお好み焼きの焦げた部分みたいな。ほらほら、あ、小麦粉だから。じゃあ食べて。
食べてマジ後で来る後で来るマジ後引くまずさなんで最初笑うの。いやあでも美味しいでしょあの、うん、給食みたいな。いや給食も幅広いけどねちょっと食べてみていい。あ、ちょっとじゃあ明太子いっていいですか。いや別に悪くないですよ。明太子の方がちょっと安心できるぐらいでしょ。いただきます。明太子だろ。明太子じゃん。めっちゃうまい。いや明太子だからね。いや明太子うまい。明太子うまいんだ。めっちゃうめえ明太子は。明太子揚げたやつ食いたい。めっちゃうめえうめぇ。おい明太子食えてないんだよ。こっちおめぇ。あ、明太子食ってきたんすね。これもね、そんなまずくないっすよ、うん、でもこれ明太子入ってます。そうそう、入ってる。いやこれ、中の明太子の方いったらもうクソまずいよ。これ明太子の方いった。なんで笑うの。明太子笑うよね。うんどっちだろうね。いやこれあのうまい棒とかじゃないよね。なんだろうね、これなんかこれもう表現のしようがないよね。あのそう、この世に存在しないものあの安い唐揚げの その周りの衣が分厚いとこ食っちゃったやつ。あはいはいはい、本体がちっちゃくてね。そう多分探してったら中に鶏肉出てくんじゃねえか。癖なしだから10秒後臭い。半分ぐらいいってみて。目つぶれば、うん、半分ぐらい。食べてよ。別に食えるから。まあ時間ないからさ、早く食ってよ。すっげえフライドチキンだ。じゃあもうちょっと全部食えないことはないんだけどそうですね、うん、スラム街のフライドチキンですね。なんつってんの。スラム街のフライドチキンって食ったことあんのかよ。スラム街のフライドチキン。大丈夫です。大丈夫です。あいつ出そうとしてるんですか。オフィシャルのないですか。これオフィシャルの明太子。オフィシャルの買ってこい。味覚したいんで。うまい棒のね。いやいや、どっちがうまいの。いや僕でしょこれ。いやー微妙だな、これは。微妙。ちょっとあの怪しいから、やっぱ千葉県のも食ってから判断しよう。皆さん、まず見た目、うん、もう間違いじゃないですか、うん、まあね、袋、まあ、この袋を開けてこれ出てきます。出てこない。まず入りきれてないから。僕は全てを凌駕した。凌駕しました。めちゃ食ってるじゃん。何これ。3回目にしてすげえ泥仕合になりそうだから見てください。おー、いい。いや、ふがし、ふがし、ふがし見てください。ふがし、ふがし。おう、これ、まあまあ、いいじゃん。これちょうど、これ出てきますね、うん、これちょうど。まあ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 、色だいぶ違う。いや、でもこれ何の味なん。カリカリ、食べてください。チーズ味です。お、あ、チーズ、ね、さあ、三大人気フレーバーを。じゃあ、はい、男気じゃんけんします。そう、負けたやつ使って、勝ったやつ使った。最初はグー、じゃあ日本前だ。いや、お前やってるじゃん。俺もこれ。いや、いいよ、分けた。匂いすごいなあ。あ、でも匂い悪い。匂い悪いかい。悪いかい。いい感じのやつだったじゃん。匂い悪いな。悪いんかい。焦げ臭い。いってて。カリカリをちょっと。あ、すごい。でも、うん、食感一緒。うわこれ。うわやばい、これ中身。何これ。中身やばい。松田さん見て。え、味どうすか。何これ。味どうすか。美味しい。ほら。おお。美味しいの。マス。はい。食べてチーズ味でもうまい棒でもないけど。すぐ食う。すぐ食え。こんなにスピーディーに食う。え、うん、待って、これずるい。あ、これはこれずるい。あ、いいですか。これは違うわ。これ、何色求めていいですか。これ、ちくわだよね。あ、違います。自信満々に言って間違うの。あ、でもチーズの味する。うん、これちくわを焼いた。何、ちくわやった。これ何使ったの。これ餅みたい。これはカールを一回全部ずるい。ダメだよ。ずるいよ、それ。それはうまいだろ。それは違う。練り練って最初考えたし、それ整えて焼きました。もうカールがこれだ。カールじゃん。すごい自分。カールチーズ味じゃん。でもこれ美味しいな。いや、でもダメですよ。だってカールの材料分かんないじゃないですか。ああ、確かに。千葉県罰ゲーム。ああ、そうだ、罰ゲームだ。え、罰ゲームあんの。え、まだ、まだ、待て待てない。え、はい、待ってください。勝敗いきましょう、勝敗。純粋に勝敗決めよう。あ、確かにな。これでも反則だと思うんですよね。いやいや、そんな関係ないですよ。はい、じゃあどれが一番。あ、やだやだ。ダメー。うまい棒じゃない、これ。どれもうまい棒じゃねえや。じゃあ、また参りましょう。いやじゃあ、挙手にしましょう。はい、反則とかなしで。なしなしなし、うん、え、ずるいっすね。食いたいか食いたくないかで決めましょう。うん、はい、じゃあ、石本のやつが一番うまい棒だと思う人。どうだろうな。まあ、でも食えた、全部食えた。お、二人。じゃあ松下さんのが一番うまい棒だと思う方。
二人、まあ、あれ？これはないんだ。千葉県のやつが一番マイボーだと思う。こんなドレス。殺し合いじゃねえかこれ。殺し合いだよ。こんなの。綺麗に割れた。綺麗に割れた。ちょっともう一回っていうの。もう一回。いや、来てるお客さんに判定してもらいましょう。お客さんも含めて。ちょっと見た目だけ。見た目だけでね。じゃあ反則とかなしですよ。食べたいなって思うものは。橋本のやつが一番マイボーだと思う方。あ見た目ですよね。見た目です。見た目はどうしてもね。ねじゃあ、はいはい、松下さん。いやもうそうだよ。千葉県。そうよっしゃ。なんならあの石本のやつ食っておいてのは。あれは石本のところだな。アウトは、ね。食ったのにもかかわらず。確かにな。確かに。まあね、頑張ってるしね。確かに。頑張ってるし。まあでも今回はねあのクソ泥試合だったということで。次回はちゃんと勝敗がつくように頑張りましょうね。そうですね。はい。まあでも、うまい棒はね、そう結局オフィシャルが一番です。うまい棒はオフィシャルが一番重要。毎回じゃねえか。毎回じゃねえか。うまい棒食べたいときは10円なんで買って食べましょう。そう。それが一番良いです、ね。そう。200円ぐらいかかったから。そうそうそう。いや僕1800円かかってる。いや、そうだろ。いやいやいや、リッチマジかよ。すごいな、パンもあのでっかい、うまい棒リッチ180本切れてないやつ180本買えるの。まずカリカリに焼いた後、トンボタージも買って確かにな、贅沢かもしれない。こんなね、コスパの悪いことないね。ある意味贅沢だ。で、一回、たこ焼き味も挑戦してたんですよ。あー、たこ焼き味もいいよ。含めたら店行っとるもういいよってことは、こいつすげえってことですね。まあね、相当すごい安さでね、この上手さから企業努力スポンサーついてる。ありがたいですね。スポンサーとかの問題じゃないんだ。さあ、というわけで、以上、宿題企画でした。史上最高に口回り気持ち悪い。いやマジ水持ってくの忘れた。水を持ってくる。そうそう。じゃあ次の企画に支障出る。あそうだね。ちょっと飲み物飲みましょう。僕お茶ありますんで。あちょうだい。そう。まあじゃあ次回はね何を作るのに挑戦するかはまた決めましょうね。はい。そうですね、休み時間じゃないんだよ。休み時間。ブレイクタイムも。ブレイクタイム。さあじゃあもうそのまま行きますか次の企画。わ松下さんが飲む前に飲みたかった。なんでだよ。お前そんなキャラじゃねえだろ。お前中チェックしてからお前回すなよ。ゴミ食うやつ。それ僕のだし。何これ。何これ。なんか入れてる。なんか入ってんじゃん。何これ。え。おいドレッシング入れたろ。誰だ唐辛子入れたやつ。わら。辛っ。次行きましょう。お前だろ。え、お前入れたの。僕何も入れてない。何も入れてないです。お前絶妙にリアクションしづらいように入れんだよお前。あとなんか僕は普通に飲んじゃったから一番頭おかしいみたいになってんじゃん。くそー、ここのようにおかしかった。何何やめろ、そのブレるやつやめて。なんでリアル性癖みたいなやつ。ちょっと毎回何やめろ。意味が違う、聞こえるだけ怖いよ。うわ、今頃になって後味すげえラー油味する。なんか辛い。でも、そのいたずら心は今日のいたずら千葉県のラー油でした。あそう、何てか、あの J6 の悪い癖、誰にも伝わんないこっちの方にやりすぎる。やめせめて伝わるやつやめましょう。前回石本が、あの松下さんの広げなくていい飲み物に、あのハバネロソースでしたっけ。そうデスソースかけてたんで、それ見て俺もやりてえと思って今日やったんですけど、可愛いやつ微妙でした。でもラー油でもよかったよ。いや、今回はいいよ。ありがとう。いい酒飲めて行きましょう。じゃあ次の企画行きましょう。はい、次の企画はこちら。はい、滑舌を直そう。滑舌ね。そう、やっぱね、あの芸人芸人たるものね、滑舌が良くてなんぼですから。そうですね。そう、今日はあのね、滑舌で言えたって特に漫才師ね、漫才師やるから。外人っすかね。外人って言ったんだ。外人って言った。外人って言った。そう、あの、いやいや、滑舌をまあ悪い人がこの中にもいるでしょうと。だから今日は滑舌悪かったらやっぱね、漫才でもコントでもダメですから。そうですよ、アナウンサーでもね。うん、アナウンサーでもいないですけど、アナウンサーもね。うん、なんで、あのごめんなさい。いや、いいですが、あのワンテンポ遅れて前のやつ引き出すのやめてもらえる？進めてるから無視してね。怒られるから。うん、怒られてんだ今だから。だそれだよ、ワンテンポ遅れてくんなって。楽屋でやってくんねえから。漫才やってる。すいません、漫才やってくんなよ。ごめんなさい、あんたたちでしょ。いや、こんなしょうもないネタやりたくないよ。やめてくれよ、早く続けて。はい、なんであの今回はどうやったら滑舌をよくできるかという方法をね、それぞれに考えてきてもらって、ある一人を被験体としてその人の滑舌を見事直せる方法を見つけ出しましょうという企画です。いや、いい企
いやいやこれできたらもう、ね、いやもうやったでしょ。滑舌悪いやつなんています？いやね、なかなかいないですよね。いやいやね、いるわけないわ、いるわけない、おるわけがない、おるわけないわ、おるわけないわ、やったなね、どうしたらいいんだ、おらへんおらへん、振ってるんでしょ多分。いや振ってるのね、誰に振ってるかわかんないですけど。でまああの今回はね、まあ、あの誰が滑舌悪いか決めるところからやりましょうっていうのもありましたけ ど、うん、まあ、いつもちょっと実験途中でね終わっちゃうっていう、はい、尺が足りないっていうこともあるんで、はい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 、今日はもう被験体を決めております。おお、誰ですか、誰だ、誰だ、今回滑舌を直す被験体に選ばれたのは千葉県でーす。おおおいおいせーの、もう何もしなくても俺すぐ言えるよ。いや理由はあの打ち合わせに来ないし遅刻してくれる。全てそこの悪さで、あの本当はね、あの僕たちのことよく知ってくれてる方はねお気づきかと思いますけど、一番滑舌悪いの石本なんですよ。そう、滑舌感が本当に石本がね滑舌っていうか、もう人としていかれてる。いやいや、まあ、そうそうそう、総合的にね口も割らないけど。そうだったんだけど、今日まで石本の予定だったけど、そうそうそう、こいつが今日も遅刻してくるし、うん、打ち合わせに、よくないよ、それは。いや、もう、うまい棒作りでね。いや、そうつけよ。出来たてをみんなに届けたくて。全然出来たてじゃなかったけど、まあ、でも普通にでも滑舌は良くないっていうか、あの噛むから、そう、それはダメだね。そうそうそう、漫才師だから今日はちょっと千葉県の滑舌をみんなで直していきましょうと。いや、これもよし、もう採用しますよ、もう次から。確かに、なるほどね、これもいいのがあれば、いいのがあれば、漫才前に。じゃあやっぱ、どれだけ滑舌が悪いか、まず、はいはい、いきますか、うん、一回やってみます。あ、チェック、あれ、まあ、意外とできますよ、僕。例題みたいなのはあったんでしょ、一個そっち。例題みたいな、お、あるこれですか、うん、それ僕のやつです、はい、あ、中澤さんのやつです。例題、次かな、これじゃない。あ、じゃあ例題やります。こっちも例題だから、こっちも例題だ、これ俺だ、はい、これ俺、前田さんお願いします、はい。じゃあ例題、じゃあ例題いきましょう。はい、終わりま、まあこれでスッと言えたらね、はい、スッと言えたら石本、じゃあ、はい、まずこっち、スッと言えたら石本、新設、診察室、視察、早く言って、3回、これを3回言ってもらいましょう。新設、診察室、視察、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 ダメですね。さあ見事に滑舌が悪かったですけど、無理無理、多いな、許してあげて。もう一問だけ、もう一問だけ、もう一問ちょうだい。いや、今からやっていきますから。そう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 、うん、なるほどね。まあでも、まあこれを良くすればね。そう、この滑舌の悪さを効果、それぞれ考えてきた方法で良くしていこうという企画になってますので。はい、わ、はい、かりました。いい金棒ですよ、うん、よし、じゃあ用意しましょうか。じゃあそれぞれね、持ってきたやつ、はい、はい、誰からやります、誰からやります、これ、一番系、真ん中いきます。まあ、ね、じゃあ僕真ん中、はい、真ん中いきます。はい、僕結構ベタなやつ、ベタというか、あ、じゃあ石本から、はい、普通かもしれない。いいですか、じゃあ僕からいきます、ペパーズ石本です。石本が書いてきたフリップを忘れてくるっていう下に置いてくる。僕が、用意した滑舌を良くする方法はこちらです。はい、おっ、炭酸、おっ、ええ、普通に飲みたい。そう、これなぜか、普通に、いや、そうだったら俺らも飲みたい、今ね、これ最高。なんで炭酸かというと、はいはい、僕、昔からあのお母さんが司会者やってるんです、結婚式の。え、司会者、あ、何、こいつの母親とは思えない職業、式場の、うらはらしてて、っていうのが、母は結婚司会の前に、まずちゃんと炭酸を飲み干して、どこ出れるの、病が出てきたけど、あのちゃんとがっつり飲み干すことによって、まず炭酸を体の中に入れる、なるほど、入れて気道をまず広げるので、炭酸を入れることによって空気が広がるらしい、でも本当にプロがやってるもんってこと、やってるってことでしょ、うちのプロがやってるから、じゃあうちのプロか、じゃあ 100% 成功、ね、じゃあ本当のやつじゃん。ただうちの母はストイックだから、うん、あの必ず車の中に乗って、うん、僕ちっちゃい頃お母さんの仕事現場よくついてるんですけど、もうあの運転しながら、ワインとかこれほんとマジで運転しながら母ちゃんこうやって飲んでるの、1リットル、まあほとんどこれ飲んでたんですよ。あ、俺あのちょっとぐらいでいいんだけど、違うよ、全部飲むんだ。そう、それ でいっぱいこう膨らまして膨らまして、ゲップしていいんでしょ、うん、ダメ、いや、ゲップじゃダメ、それ別の企画になっちゃう、ゲップじゃダメ、予算に売れてる人がやってる別の企画になっちゃうから、山手線言わなくていい、そうそうそう、っていうやつ、山手線言うやつでしょ、先週飛んでるぞ、おかげさまで見たよ。ゲップはしていいんで、とりあえずこれをできるだけちゃんと飲んで、全部飲んだ後に、そうそうそう、飲んだ後に、はい、じゃあお願いします。じゃあ体の中に炭酸を溜める。じゃあまたあの診察診察室、なんだっけ、診察診察室のやつでチャレンジしますか。あっしゃ、じゃあもう一回、飲む前のやつ3回唱えてもらって、これ全部、全部、うん、ほとんどまあでも、あの、余ったら
ちょうだい。危なすぎ。困ったらちょうだい。普通に飲みたいだけだもん。全員飲みたいから。じゃあはい、まず、飲んでない状態。いきますよ。はい。切れないですよ。そんな1時間放置するんじゃないから。はい。新設あ、違いました。え？新設診察室。新設診察室視察。新設診察室視察。新設診察室視察。はい、ダメ。はい、飲もう。これが言えるようにね。はい、行きます。せーの。頑張れ頑張れ。ちゃんと飲んで。いいよ。上向いた方がいいんじゃない。もうちょっと。もっと喉を開ける感じで。喉を開ける。そう。味わうな。味わうな。入れろ。本当に。味わず入れるんだ。そう。喉に流し込めと。そう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 。頑張れ。頑張って山手線。滑舌が良くなるって思いながら。山手線言うんだぞ。そう。飲んだ後に。山手線。違うよ違うよ。山手線は言わないけど。うん。頑張れ。すごい喉に。頑張れ頑張れ。喉すごい。全然減ってない。全然減ってない。ああもう。はい。広がってまだ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 めっちゃゲップ出そうなんだけど。いいんだよ、喋るわ。あれゲップしちゃダメなのこれ、本当に。いや、俺ゲップされるの嫌だから。いや、そういう問題ね。マナー。マナーとして。マナー。いや、全然マナー。まだまだまだ。半分いこう。半分いこう。半分でいこう。500は飲もうよ。しちゃったよ。地味にしちゃった。500は飲もうよ。ちゃんと行きます行きます。ゲップした方が広がる可能性があるからね。うちの母親飲めば飲むほど時間がないんだよ。早く飲むほど効果が出るから。そんな動かすの足は何だ。足がバタバタすんな。バタバタしないで。もういけるじゃないこれ。いけるよ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 。せーの。死んでる。いやもうそれネタじゃねえ。バクミじゃねえ。違う、趣旨変わってんだよ。趣旨変わったんだよ。まんま、まんまの企画なんだよ。まんまだよ。違う、言っていいか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 、もうゲップ出ないよ。石本のお母さん大丈夫なの。お母さん、うちの母さん、こんな感じ。うちの母さん、ハイキングさんじゃないから。新設、新設、診察室の撮影、新設、診察室の撮影、新設、診察室の撮影、あんま変わってないな。ちょっとだけ言えてる。ちょっとだけあのハキハキしてる気はする。確かに。ほら。新設診察室です。ほら。新設診察室です。ほら。新設診察室。ほら。語尾がな。微妙。微妙ですね。まあまあちょっとようなったから。じゃちょっとお客さんにも聞いてみますか。そうね。これは実験する前と後成果があったと思う方拍手。やったー。あった。あ、意外とあったあったんすね。いや、これ声が通るようになったもん。まあ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 声はね、大きくはなってほしいけど。そこじゃないんだけどね、活動ってね。声大きいとかじゃないんだけどね。ちょっと待って、今衝撃的な発言しました、こいつ。いや、声が大きくなるとかの問題じゃないよね、滑舌って言ったら、あ、母さんのやつそっちだっつって。いや、もう違うじゃん。違うんかい。あ、滑舌じゃなくて声が出てくるの。いい加減にしてくれ。なんか声大きくなるけど、確かに通りやすくなる。笑い声でかかった。趣旨が違った。いや、声でかかった。でかいの。ダウンスがもう石本隠しておいて。いや、もはや今言うなよ。いや、まあそうだってちっちゃい。じゃあ、今日声出ないなと思ったら炭酸飲んで。炭酸飲めば出るのか。ちょっと、じゃあ、これはなんか違うな。マヤちゃん、そうね。マヤちゃん、色仕掛けです。色仕掛け。ハニートラップ。ハニートラップだったら、どっか滑舌よくね。僕はね、こちらです。やっぱ、顎を使った方が滑舌よくなるなと思って。これはない。この、知ってます？だから、やった。回収、回収、回収、回収。どうぞ。うまいもんじゃないんです。回収、回収。違うんですよ。このガムチューね。食べたい。硬いでしょ？で、一本だけでも噛むと結構顎のね、筋肉を使うんですよ。これを全部口の中に一気に入れて炭酸飲む。極端。おい出るわ全部。何かの反応に爆発するから。メントス、メントスメントスみたいな。ガブリッチそうだ。ちょっと待って、ちゃんとしたやつ見るのか、これ何全部一気に。そう、全部一気に口の中に。一個残して食べたいやつ。食いたいだけじゃねえか。食べたいやつばっかりだな。いいなこれ。で、飲み込むまでね、噛んでも。待って待って、もう大きさ口に入んないよ、これ。やばい、おい、おい、一気一気。なんだこれ。あれ、あの、じゃがりこパターンでもいいよ、一本ずつ。じゃがりこ、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 はい、行きましょう。じゃあ僕が持ってきた滑舌はこちらです。
隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのだ。おお、すごい、ね、すごいお前だ。ありがとうございます。これのおかげだ。これやってんだね。僕もね、これやってるから。そう、このおかげなんでね。わかりました。はい、いきます。はい、隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたから竹立てかけたのだ。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたから竹立てかけたのだ。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたから竹立てかけたのだ。いや、もう私だっていうぐらい言えてないですけど。だは、だの強調がすごい。こっからだ。じゃあ、あの、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこのちょっとリズムください。せーの、じゃがりこ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 、ほっとこだ。すごいぞ。すごいんじゃない？これで千葉県静かだから番組が落ち着く。あ、そうね。番組が。じゃあ毎回これで出てもらうか、千葉県。なんかすごい、なんか。すごい。みたいすげえな。きったねー。出てきて、出てきて。出てきて。頑張れ。中に入れて、飲み込んでね、ちゃんと。飲み込んで。うわぁ、うわぁ。おいしい。喋らないで。喋らないで。よだれが。よだれがすごい。よだれが。よだれが。よだれがいっぱい出てきて。あー、一個食いたかった。やっぱね、あの、口の中ね、口の中乾いてるとね、滑舌も悪くなりますからね。うん、ね、湿らせる効果と、顎を動かす効果。なるね、両側でね、あの滑舌を悪くしまう。油は動かん。また石本があの、あのサブ的なところでボケようとしてるんで、ちょっと一回気持ち落ち着かせてもらっていいですか、石本さん。サブ的なところでボケようとしてるんで。この時間 もったいないじゃん、早くしてよ。もうでも、いや、意外と油は動かない。よだれがすごい。よだれが、よだれ溜まってる感ですよ。飲み込めそう。頑張れ、頑張れ。早く番組終わっちゃう。終わっちゃうよ。早くしろよ。早く。じゃあ一回ね。あ、そうね。結構噛んだからよ。結構噛んだからね。噛んだから。美味しかった？はいはい。でっか。まあ見せないでくださいね、それだけは。これ口の中にさ、すげえでかいよ。早く今のうち。広がった。あごの運動してすぐで。はい。とりあえず。隣の席。ここ変わってねえ。おい、余計悪くなってんじゃん。悪化してるわ。シベリアブータさんじゃねえか。もう一回落ち着いてね。そうそうそう、ちょっとテンション上がったから。隣の、はい、隣を竹掛けに竹掛けかけなかったのは竹掛けかけたから竹掛けなのだ。いい声になってる。隣を竹掛けに竹掛けかけたの竹掛けかけたから竹掛けかけたのだ。いい声になってる。隣を竹掛けに竹掛けかけたから竹掛け。これね、これ思った。なんだよ、あの、顎痛すぎて動かない。次のにも支障が出る。顎痛くて動かない今。動かないよ。そう、じゃあ一応聞いてみました。そう、一応聞いてみましょう。これは食う前と食う後で良くなったと思う方拍手。残念。まあそらそらそうなります。やっぱ1本ぐらいが良かったのかな。確かにね。そうだ。食わせ隙も良くない。そうだおい。僕1本で1本で先に行ったから。考えろバカ。ごめんなさいね。違う切り口でいかない。僕1位だよ。今石本暫定1位なんで。じゃあ次僕行っていい？中澤さん行きましょう。いやなんかもうめっちゃ考えてきてます。まあ僕が用意したこれちゃんと。あのブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ合わせてブグバグ、ムブグバグ。お題によるもん。漢字がむずいます。ベタだね。いや読めるだろ。漢字がむずいよ。一応あの千葉県漢字むずいって言ったんで、こっちひらがなバージョンもある。ありがてー、ありがてー、ありがてー。ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ合わせてブグバグ、ミブグバグ。じゃあ実験する前に、なんだ、ブグバグ、ブグバグ、ミグブグ合わせてブグバグ、ミグブグ。ブグバグ、ブグバグ、ミグブグ合わせてブグバグ、ミグブグ。溺れてる、溺れてる、溺れてる、水の中に溺れてる。水の中に、ここが難しいっすね。溺れてる。このように滑舌が悪いですね。なるほど。ということで僕が持ってきたのはですね、はいはいはい、こちらの、 あの、うん、テニスボールですね。お、はい、どのように使うかというと、これを口の中に入れて。ちょっとかぶってんじゃねえか。ガブリ中と1分間噛み続けるという。そのことによって、もうすでに顎の動きが一緒じゃねえかよ。顎の動きを
よくさせ、山手がしたそれによって滑舌をよくするというかぶったらところなんですよ。もう俺、アゴ HP がもう半分くらいなんですけど、成功するかどうなんでしょうか。ええーね、これ死んじゃうもん、アゴ死んじゃう。回数決めます、何回噛むか。そうですね、100。あの一応じゃあ区切りで、50回です。50回。なるほど、はい。じゃあ僕ら数えます。いや、待ってください。なんで毛のあるやつなんだよ。毛のね、毛のねボールくださいよ。みんなでキャッチボールしてから。何回か地面落としちゃった。おいおいこら。あと一応この毛のねやつもあるんだけど、これサイズがだいぶでかくなるんです。いや、毛のねやつがいいっす。あ、毛のねやつがサイズ大きくても。はい。でもこれもキャッチボールしたけど。これもキャッチボール。何回か床に落としたやつ。めっちゃ食べた後キャッチボール。フォークボール。食べた後。はい。じゃあお願いします。じゃあ50回ね。あ、飴玉と思えばいいですね。いや、でけえな飴玉だとしたら。はい、いただきます。はい、もうどうか。もう、早い。これ早いですわ。じゃあ、テニスボール。テニスボール。じゃあ、テニスボール。これも入ったでしょ。あ、入った。あ、入った。待って、お前が苦しくなってじゃん。はいはい。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、いいよ。カニ砕け、もうカニ砕く勢いです。じゃあ僕がやります。はい、あ、じゃあ知念やります。はい、お願いします。前もあんまりやれてないなんかね、なぜ奪われたのかわかんないですけど。そうそうそう、お題どうします。お題ありますよ。じゃあこっちにありますけど、あれ知念考えてるんですけど。あ、これですか。あ、じゃあそれも、はい。百楽門松下は嫁には赤ちゃん言葉だ。百楽門松下は赤嫁には赤ちゃん言葉だ。百楽門松下は嫁には赤ちゃん言葉だ。オッケー、言えましたね。言えましたね。じゃあ次行きましょう。いや、誰だこのしょうもない。誰だこのしょうもない。誰だ誰だ誰だ、おい。まあこのしょうもなさから考えて、石本以外考えてこれを必死に書いてたのか。じゃあ俺はもうオーソドックスに、これでもこれはもう言えないとやばいぐらいです。確かにね。赤巻紙、青巻紙、言える知念、言える。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。あー、俺言える。知念、言える。知念、自分で考えたら自分でやればいいじゃん。言えます。ほんと。はい、これひらがな表記ないんだよ。これぐらいわかる。これぐらいわかる。わかるだろ。赤巻紙、おい、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。3回だよ。もうめっちゃ早く言います。早くね、早く早く早く。赤まけむけむ、青がむけ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 む滑らかになるんじゃないですか。なるほど、ウォーミングアップね。あ、車でもエンジンを温めるみたいな。そうそう、ンン体もね、筋トレ。あ、でもそれすごい、なんか理にかなってます。温めるって怖くないの。だからこう、ドライヤーこれで、そう、背中を温める。パサパサなりますよ。まさかの乾くっていう。え、これでもいいんじゃない。あ、これね、確かにあったかくなって。そうそうそう。じゃあ何秒。10秒ぐらい。10秒ぐらいですか。ね、口以外のところ行ってもね、滑舌よくするためですよね、これ。ダメだよ。オッケー、10秒行きます。はい、開けまーす。開けまーす。あっつー。さあ、これ温まっ
赤巻き髪、青巻き髪、キモキモキ赤巻き髪、青巻き髪、キモキモキ赤巻き髪、青巻き髪、キモキモキあ、ちょっと、もうちょい、もうちょいやばい、もうちょい、もうちょいやぶ医者ですあったあったあっ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 まあでもこれ効果あったと思うから拍手、うん、ああよかったこれはでも効果 見えましたね確かに最後ですそうね最後これを超えられるのかでもあの最後までちゃんと言えたやつはなかったから確かに松下さんのやつで完全に言えるようになったら最高ですね、はい、じゃこれです、魔術師魔術修行中を参加お願いしますでもわむずいな、これ読み仮名が修行中ってなってさすが、さすが学校いじるな、俺のもうあの、嫁に赤ちゃん言葉が出てますいや、いいんだよ嫁に赤ちゃん言葉が出てるんですねじゃないんだよ魔術師魔術修行中魔術師魔術修行中魔術師魔術修行中終了終わった言ったけど松下さん言えないんじゃないですかでも松下さん言えないんじゃないですか松下さん松下さんがこれどこか松下さんもこれ千葉県より松下さんの方が言えないじゃないですかどうしますいっぱいありますけど松下も弱いんだよね俺も弱いからじゃあドライヤーあこれ飲んでドライヤーしますかそうですねいや、それが一番効果が見られたドライヤーでいいんじゃないですかあ、そうですね、ドライヤーじゃあそれが、これ多分関係ないからうまいもん、なんでだよお前も食べてみるみたいな、うん、あ、そうですねパサパサになる、お口なんかどうします千葉県じゃもう一回楽しみに言ってみるはい魔術師魔術修行中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 魔術師魔術さんいやこれこっちでしょこれは魔術師さんが今まで全然言えなかったのに言えたからこれだけいやでもすごく活躍良くなったよかった高くなってきたしんないけど良くなってきた松下さんの案は何なんいや俺はこの手袋をしてしっしたごめん舌を引っ張るじゃあそれを松下さんにやりましょうそれ松下さんにやりましょうじゃあ千葉県今までの恨み返して恨みとか言うのえこれでそう舌を伸ばして滑舌を良くしよう頭温めた方がいいじゃあ頭温めながらやってください頭関係ないけど俺頭温める俺頭温めるわ危険な訓練えこれどんだけ伸びるとかじゃないギネスブック目指してて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 てみたいなじゃあこれもじゃあ10秒間いきましょうかいきますよせーの10 98 7 6 5 7 8 9 10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 
残しちゃいけねえ。ちょっと良くなった。ちょっと良くなった。邪魔したはいいよ。ね、なんで松下さんやったんですか。なんだよ。まああの赤田様に滑舌悪かったからっていう、ね。もう一通りやったからいいだろう。いやまあでも結構ね滑舌よくできそうな方法見つかりましたね。ねだんだんとか良かったね。うんいやこれは一番よくなかった趣旨間違えてたからこれはこれに関しては声がよく通るようにする方法だったあでも途中だけ声も通るようになったし確かに、うん、一番じゃあどれが一番どれが良かったあ確かに僕あの純粋に嫌ですけど温めるのが一番良かった意外と意外とじゃあ今ネタやったらしっかり喋る確かに噛まずにできるんじゃない噛まずに難しいやつあったら一本あるしいやもうないからもうないですじゃあもうネタやいいですかあのよくあのハリーポッターっていうネタをやらせてもらうんですけど、うん、その時に早口の部分があるんでそこだけ言いますじゃあちょっとゆっくり言ってよハリーたちは学校の秘密の部屋で賢者の一生目つかアスカバンの囚人に応じられましたが炎のゴブレットと不死鳥の騎士なんですけど謎のペンスから白い棒を手に入れました全部来たよ俺のドラム外しちゃった俺のドラム先に外しちゃった俺の理由だ
作品全部出ちゃった。さあ、というわけでね、はい、もういいですけど、もういいですね。はい、ということで、早口言葉を直すには、口を温めるのと、顎を動かす、はい、これが一番効果的な方法だと分かりました。なるほど。というわけで、次回の実験もお楽しみに。次回は4月の、第3月曜日、22時からです。お楽しみに。以上、J6 でした。ありがとうございました。